ゆうきです。さきです。りゅうさきです。パッキュンキュン。はい、ということで、はい、本日はなんですけど、サムネにもね、ある通りなんですけど、早速やっていきたいと思います。いきます。はい。新20点購入品紹介。イエーイ。今回は、はい、まあ、2人で20点なんだけど、さきちゃんが9点で、あ、そうだね、ゆうきくんが11点だ、ね、11点で、俺の方が多いです。そう、っていうこと。はい、最後にね、こちらの商品を使ってコーデも組んでいくので、ぜひ最後の方まで見ていただけたら嬉しいです。お願いします。はい、ということで早速やっていきまーす。しょい、ゆうさき。はい、じゃあまずはじめに、はい、前回の動画でも言ったんだけど、さき、はい、ちゃんの身長は167cm で、167cm、はい、骨格はナチュラルですね。はい、女の子にしては背高い方だね、さきちゃん。高い方だね。はい、僕なんですけど、僕は身長が 173cm で、体型はガリです。でも筋肉はあります。筋肉モリモリなんだぜ。はい、まあ筋肉があるからよしとしよう。はい、よかったら TikTok の方で僕の体型を見に来てください。すごい怒りと言われてる。そういう風に見えるだけだよね。はい、筋トレします。はい、はい、それでは、はい、さきちゃんから今回は紹介をしていきたいと思います。はい、さきちゃんお願いします。はい、じゃあね、さきちゃんはトップスから行こうかな。はい、おー、いいね。はい、トップスは全部ニットですね。おー。で、まず一つ目、こちらは可愛いです。はい、これですね。かわいい。かわいくない？ここにボタンがついてて、それは外せるの？そう、外せて肩だけ出せる。あ、そういうこと？そう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 。ボタン3個あるんだけどね、これを外すことによって肩だけ見える、下がる感じ。超いいじゃん。で、色合いもめっちゃかわいいなと思ってこれにしました。かわいい。はい、次はこちらです。おお、ボーダーだ。あ、めっちゃいいね、これ。かわいい。色合いやば。そうで、めっちゃかわいいと思ってで、デザイン、そう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 。し、結構丈が長いからさ、ゆったりした感じで着てて、オーバーサイズ目にね。そう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 。だからいいなと思いました。はい、次いきます。はい、どうぞ。で、トップスはラストの3つ目ですね。はい、こちらです。かわいい。かわいくない？めっちゃかわいい。ピーって書いてある。ピーって書いてある。青と白っていいね。これがね、一番かわいいのが裏です。あ、ほんとだ。めっちゃかわいくない？裏。え、かわいい。これ、これうさぎ。めっちゃかわいいなと思って。素材結構分厚いね。そう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 。ほんとだ。おすすめです。いいですね。どれもおすすめだね。どれもおすすめだね。はい、次。はい、次はパンツですね。はい、こちらになります。おう、スラックス。そう、スラックスのパンツです。ホワイトかな、これは。そうそうそう、ベージュ。ベージュ、ベージュで買ったかな。ベージュって書いてあった。そう、でもオフホワイトみたいな色で、うん、春だからさ、こういうの1個持ってると、あー、いいね。めっちゃ可愛いと思って。さきちゃんこういうのあんま履かないからね。あんま履かないね。でございます。パンツはもうこれだけです。1個だけ。はい、次5つ目です。はい、5つ目何が出てくるんでしょうね。5つ目は帽子です。おー、かわいい。かわいいでしょ。形はめっちゃかわいい。そうそうそう、こんな感じで、まあ、実際に被るとめっちゃいいよ。こんな感じです。激かわいい。かわいくない？めっちゃ。めっちゃいいな、これ。なんか縛れる。縛れる。ほら、あー、すごい。なんか縛るやつがあるから、自分の頭の大きさに合わせて縛れるし、ここがこうなんか潰れてたの。でも、ここを出してあげることによって、あ、出した方が可愛いんだね。そう、綺麗な形になる。確かに確かに。これめっちゃおすすめ。これ可愛い。めっちゃ良かった、うん、これ可愛い。最高です。可愛いもん。はい、次は、はい、6つ目です。6つ目どうぞ。6つ目はこちらです。おお、バッグ。バッグです。可愛い。黒のレザーのバッグだね。めっちゃ可愛いな、これ。レザーなの？レザーかな。このこれが可愛いよね、これ。いいね、高見する。そう、サイズ感もちょうど良くて、また紐もある。そう、紐もこの中に作れてて、合わせやすいなと思って。黒、確かにこれいいわ。いいです。マチも結構あるしね。うん。次は7個目です。はい、こちらです。お、またバッグ。これはなんていうバッグなのかな。これはなんだろうね、ショルダーバッグ。生地がすごい。撥水っぽいよね。うん、撥水しそうな生地です。これね、なんかマチもあるから。あ、ほんとだ。結構さ、こんぐらい広がるっていうか、ラフな格好に合うかなって合いそう。思いまして、選びさせて、選んでいただけさしました。でもこれ、りゅうきくんも使えるから。確かに、俺も使えるね、これ。使えるよね、かわいい。じゃあ、プレゼントってことで。ダメダメ。サイズもちょうどいい感じの大きさで、おすすめです。はい、次は8個目ですね。はい、こちらのメガネです。かわいい。ナテメガネ。ナテメガネだ。なんか UV カットみたいな、こんな感じです。知的なさきちゃんです。何、知的って。知的って分からん。豆知識。こんな感じですね。はい、まあ、さきちゃん丸顔だ
からさ、丸顔でも合う？合う。顔がちっちゃすぎて眼鏡がもう大半閉めちゃって。おすすめだよこれ。あ、ずっとゆうきくん違うな。8個目はおしまいです。はい、次9個目です。ラストですね。こちらのブーツだね。かわいい。ショートブーツです。さきちゃんはこの丈の編み上げは持ってたんだけど、うん、ゴムのタイプかな、なんていうんだろう。これすごいね、あのペラペラなんだよ。ペラペラっていうか柔らかい。柔らかい。チャックとかがないタイプのやつだね。で、めっちゃ軽い。軽いわ。そう、確かに。足のサイズは 24.5 で39でちょうどよかったよ。ちょっと漏れるね、厚底だから。確かに可愛いなと思って。でもちょっとここがなんだ、広がったかなと思ったかな。でも可愛いからおすすめです。そうだね、可愛いから。うん。はい、これでさきちゃんの今回の新の購入品はおしまいです。おお。次はりゅうきくんです。はい、じゃあ次僕行きたいと思います。はい。じゃあ僕はあのパンツが2着あるんで、パンツの方から紹介していきたいと思います。まず一品目はこちらです。あー、迷彩のねパンツなんですよね。こちらベルトループはついてないんだけど、ちょっと調べる。その代わりにそれで縛れるってことね。そう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 、オーバーサイズな服とか着てちょっとダボっと着たい一着ですね。まあ、裾にこのドローコードもついてるから縛れるね。僕の一品目は以上です。はい、はい、次二品目いきます。はい、二品目はこちらです。あー、なんかね、あのカーキを頼んだんだけど、ちょっと意外とそう薄いカーキだね。まあこれもこれで可愛いんじゃないのかなって思いますね。うん、これはベルトループついてるんで、ちょっとベルトして。でもこれもあるよ、横もなんか縛れるんだよね、こうやって。でもね、これ縛っても俺はブカブカだったから、ベルトをつけて履いてみたいと思います。はい、続いて3品目いきます。はい、3品目はこちらです。かわいい。ニットですね。めっちゃかわいいよね、はい、これやばいな、かわいい色合いと色味がさ、そう色味がとてもかわいいね。しかもデザインもね、なんかエンジェルさんかわいいんだよね。なんかさ、これさ、うん、メンズ用だけど女の子でも絶対かわいい。女の子でもかわいい。かわいい。あ、これはもうさきちゃんですね。かわいい、はい、じゃあこれもね。あ、結構さきちゃんとゆきくんって一緒に着れるのが多いから、そうそうそう、靴のサイズもね結構似てるから、1センチしか変わんないから。そうそうそう。続いて4品目こちらです。じゃじゃん。これもニットだね、また、うん、これさ、めっちゃ綺麗じゃない。綺麗な感じなんだよね、これ、ね、ボタンがね、ついててね、可愛いんですよ。これ可愛いね、綺麗め、綺麗めな感じで合わせたいなって思います、うん、いいね。はい、はい、じゃあもうバンバンいきますよ。はい、次5品目こちらです。いいね、デニムですね。デニムの割に結構生地薄いから、これからの季節ね、最高や。そう、着やすいのかなって思いますね。それは最高だ。はい、しかも結構サイズ、結構ちっちゃめのやつ頼んだけど、結構でかいからこういう感じ。キャワチーです。キャワチー、キャワチーです。じゃあトップスラストいきます。はい、6品目の商品はこちらです。じゃーん、かわいいね。ダメージニットだね。これ結構リュウキ君一番気に入ってるぐらい。結構、うん、生地もめっちゃ柔らかくて気持ちいいし。柔らか。そう、だこのダメージがとてもかわちい。これマジ本当にいいんだよね。はい、じゃあ残りは小物ですね。7品目はこちらです。あポンポンニットですね。ちょっと季節がね、ちょっとね、違かったなって。ちょっと頼んだあれがね、ちょっと違かったから。そう、でも可愛いんですよ、本当に。可愛いね。これはね、あの、ね、冬とかに被りたいなって感じだね。で、柄も結構可愛いから。可愛いね。冬に被りたいものですね。はい、はい、続いて8品目じゃじゃん。可愛い。レザーのバッグですね。なんか形可愛いね。これめっちゃ可愛いよ、本当に。結構ね、今回の購入品の中でもトップレベルに好きですね。ボタンも試着なんで簡単にね、うん、切ってつくから。かわいい、はい、これマジでおすすめ。生地もいいしね。うん、生地もレザーで。くそ、臭いけどね。まあ、あの香水かなんかここの中に振っとけばいい匂いになるんじゃないでしょうかね。使っていけば多分大丈夫になりますよ、はい、でもね、男の子ってあんまりカバン持たない人とか多いじゃないですか。多いね。りゅうきくんは結構持つけどね。俺も。でもさきちゃんは持ってほしい派です。うん、普通にカバンあると便利だなって思うから、はい、カバンを普段使わない男子の皆さん、ぜひカバン使ってみてください。続いて9品目ブン。見えません。このさきちゃんと一緒なメガネなんですけど、僕はこちらのサングラスでございます。ハンターですか。ハンターですね。かけてみます。おー、いいね。これはね、まあ普通にかけるのもいいんですけど、うん、もう前髪をこうやって上げたいなって感じで、うん、ちょっと普段にかけてたらちょっと癖強めになっちゃうから、だからこれはちょっとこう上げる感じでもかっこいいのかなって思って、ね、まあ購入してみました。次10品目はちっちゃいんですけど、こちらです。
です。リング。リングだね。指にリングつけるリングでございます。なんですけど、結構ね、太いんですよ、これ。めっちゃ太くないこれ。めっちゃ太い。ギリギリつけれないことはないかなってぐらいの太さなんだけど、でもまあ、つけてみると結構可愛いのかなって感じだね。リングでした。ようやく最後の商品です。はい。最後の11品目の商品はこちらでーす。一緒ですね。似たような感じですね。うん、こちら、チェルシーブーツです。こちらもね、とても可愛くて、さきちゃんのやつと同様、結構厚底なんで、身長が漏れますね。持ってなんぼです。やっぱ身長高い方がスタイルよく見えるんでね、うん、皆さん身長を盛りたい方はぜひこのようなブーツはいかがでしょうか。はい、以上でございます。はい、これでキキちゃんとリュウキくんの20点は終わりです。よー、いっぱい買ったね、うん、はい、というわけで今紹介したこちらの商品を使ったコーデを組んだので、そちらの動画をご覧ください。20% オフ適用されるので、うん、ぜひねこちらのクーポンコード使って購入してみてください。お得お得ゆうさき。はい、というわけで本日の動画は以上になります。はい、とても素晴らしい、はい、クリス草原です。楽しかったです。はい、楽しい動画でしたね。はい、では今日の動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それとゆうさきの共同のインスタグラムと個人のインスタグラムもありますので、ぜひそちらのチェックもよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。We'll be right back.